林道とは、林道か林道族の多年生植物である。一変種源チアナスキャブラバリエーション、バージェリーを指すことが多いが、近縁の他品種や他種を含む総称名のこともある。別名はイアミグサ。古くは、エアミグサとも呼ばれた。秋に咲く、青紫の花は、気境と共によく知られている。和名の林道は、中国植物名の林道。 林道のおみよみに由来し、中国では代表的な苦味で古くから知られる雄丹よりもさらに苦いという意味で林道と名付けられたものである。林道の前奏は苦く、特に根は大変苦くて薬用になる。地方による別名は嫌グ草、ケロリ草などがあり、嫌グ草は異病み草の意味である。日本では本州、四国、九州に分布し、 産地、丘陵地、湿った、山の草原に自生する。多年草。根は、紅白色のヒゲ根状に何本も伸びる。茎は直立、または斜め上に伸び、高さは二重から百センチメートル幅は耐性し、笹に似た卵状化は非新型で、傭兵はなく茎を抱く。葉心は細長く、三条の脈があり、指でするとザラつき感がある。肺には、 巨子はないが、ルーペで見ると、小さな突起がある。カは、秋で、慶長や、上部の溶液に太いつぼみを出す。花は、晴天の時だけ開き、やや大型で象形の綺麗な青紫色で、上向きに、いくつも咲かせる。果実は、果てで、枯れた花冠や額に包まれたまま突き出し、熟すと縦に二列する。種子は、 長さ1.5から2ミリメートルほどでごく小さく、主皮には縦長に網目模様がついている。また、種子には翼がついていて、風に乗って飛散される。一般的に植物の成熟した花びらは光合成をしないとされているが、林道の花びらの緑色反転は、葉と同じレベルの光合成活性を示すことが報告されている。かつては、 水田周辺の草地や溜池の堤防などに、林道や秋の麒麟草などの草花がたくさん、自生していたが、それは、農業との関係で、定期的に草刈りがなされ、草丈が低い状態に保たれていたためだった。近年、そのような手入れの入る場所が少なくなったため、林道をはじめこれらの植物は見る機会が少なく、なってしまい、林道を探すことも難しくなってしまっている。 繁殖は、刺し目と葉種によって行われる。刺し目は、初夏に2から3節を切り取って、切り口を乾かさないようにして水揚げして、刺し目用土に刺すと、2から3週ほどで発根する。葉種は秋に水苔に種をまく。園芸植物や切り花として、または野草として、よく栽培されるが、園芸店で売られているものは、別種のエゾリンドウの栽培品種である場合が多い。 根には、配糖体である、原チオピクリン、アルカロイドの一種原チアニン、三糖体の原チアノセスなどを含んでいる。根は、生薬の硫炭の原料の一つとして用いられる。林道家で日本薬局方に収録されている、生薬原チアナの代用品。かつて根は民間薬として用いられた。林道は、地上部が枯れる10から11月に根を切らないように、 根茎を掘り上げて、茎を切り捨てて水洗いし、天日乾燥させて調整される。林道は、漢方専門薬局でも取り扱われている。組室は一般に、口内の味覚神経終末を刺激し、唾液や胃液の分泌を高め、消化機能の改善、食欲増進に役立つものと考えられている。林道の苦味は、組毛に、消化不良による、胃もたれ。 食欲不振、胃酸過多に薬効があると言われ、水液、単汁の分泌を増進する効果がある。漢方では、小炎解毒の作用があるものと考えられていて、処方に廃材されている。民間療法では、林道いた治療2から 3g を、水300から 400cc で3分の2ほどになるまで、戦時、食後3回に分けて服用する用法が知られている。 食欲不振時のもう一つの用法は、林道をなるべく細かく刻んで、すり鉢などで粉末にしたものを、1回あたり0.1から0 2ムを食後に水か左右で飲む。幹部の熱感を取る薬草で、排尿痛、排尿困難で、排尿時に熱を感じるときや、目の充血や痛みで冷やすと痛みが楽になる人に、良いとも。 幹部に熱が溜まり、喉が渇いて冷たいものが欲しい人に多いとも言われている。連用は、避けることと、妊婦や幹部が冷えている人への使用は禁忌とされている。中国産の東林道は、シベリア、朝鮮半島などに野生し、中国では林道として薬用されているが、苦味は林道よりも劣る。本編集は、変異が大きく、下記の通りいくつかのフォームに分類される。 細葉林道千葉県、鳴門種類似の種に湿地に生える江戸林道、白花の笹林道がある。2008年9月、福島県藍津地方2011年10月、丹沢三千尋が、竹、苗は、消滅笹林道門林道を図案化した家紋。現時の家紋として知られる笹林道門のほか、林道社、仁王林道等がある。鎌倉市の首相は、笹林道である。 竹本とは異なる。ありがとうございます。